よっしゃお前もゲットされるのだ。バンドロン攻撃、地面タイプの技が効果抜群だ。あ、惜しかった。皆さんこんにちは。今日はモンコレゲット大海原の歌姫とロトムと全力 Z 技研究所。前回まではこのモンスターボールで遊んでいました。でこっちが発売したのでモンコレがちょっと変わって説明とかもしなくなりました。なので今日はこれじゃなくてこれで遊んでみたいと思います。ゲンタはこれ結構遊んでいます。これの中にモンコレがいっぱい入っています。ポップコーン入れてて超いっぱい。これ全部もう登録してある。まずこれを開封してからこっちで読み取って遊んでいきたいと思います。ロトムと全力 Z 技研究所は4つのモードで遊んでいます。1モード目はバトルシミュレーター。これはポケモン百種とバトルできます。あとはコレクション、今まで登録したポケモンたちを見れます。技図鑑、今までバトルシミュレーターで使った技が登録される。 Z クリスタル、今まで集めてきた Z 技が登録されるぞ。それでは開けてみたいと思います。いくぞ。今回も直眼で全部買ったので、アバンボックス買ったので多分揃うと思います。モンコレゲットはこれですね。今回もノーマル6種、Z 技3種で、今回のポケモンたち、アシエーヌ、ババンドロ、ジャラコ、アママイコ、カエリキ、ゴルバット、ついにカエリキ来ましたよ。それでは一つ目、知らなかった、あ、ババンドロ。1個目はババンドロ。地面タイプの Z 技まだ持ってない。ババンドロがここでシークレットだよな。さあ次は、よっしゃー、ババンドロシークレット、シークレット、シークレット、プン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 。2つ目はシークレットのババンドロ。3つ目、カエリキ、格闘タイプのポケモン、カエリキ。3つ目はカエリキ。4つ目、変な気がついちゃった、ジャラ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 ジャープン。ジャラコ、お腹痛い、お腹痛い、あま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 あ、まあ、あーこれジャラコ、ジャレク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 ゴーゴーメジャレクでした。6個目、今度こそアシレーヌ、プン、オルバット、プン、5個目はゴルバット。よっしゃー、アシレーヌセットで、お前もゲットされるのだ。イエー、パン、アシレーヌ。それではラスト7個目と思ったけど、ゴルバットのシークレットです。7個目はゴルバットのシークレット。なんで飛べるんだよ、これ飛行タイプだ。次はラスト8個目で、ほら、アママイコ、アマカジの進化系、アマカジの進化系。8個目はノーマルタイプ、おしまりです。どちらがアママイコかな、天の神様の言う通り。かぶりなんて開けません。天の神様が選んでくれたのはアシレーヌでした。地獄が選んでくれたのは、お兄さんに選んでもらったのはアママイコでした。ラストはアママイコ。それではやってまいりました、Z
ットワーズ研究所。それでは、スイッチオン。ちょっと見づらいかもしれませんけど、やります。ここを開けて、あ、これ。これを抜いて、最初は、あままいこからいこう。あままいこをスキャン。解析中。アママイコフルーツポケモンタイプ草登録完了。これで登録になります。これを何回も繰り返していきます。次はゴルバット。わあ、怪力いこ。怪力、怪力、怪力ポケモン。タイプ格闘、登録完了。フィギュアをゲットしてから、扉を閉じてね。解析ピューロと、ババンドロ、ババンポケモン。タイプ、地面。登録完了6と。このポケモンは、ジェットクリスタルを持っているロト。やった、ジェットクリスタルをゲットしたろうと。シークレットだとすぐにジェットクリスタルがゲットできます。これも多分ジェット、あの足でのジェット持っていると思います。足でのストリースポケモン、タイプ水、登録感度。このポケモンはジェットクリスタルを持っているろうと。やった、ジェットクリスタル誰をゲットと、アシレンのデートだ。じゃあ、それでは、バトルしていきたいと思います。バトルシミュレーターへようこそ。バトルシミュレーター開始。対戦相手は、ラプラス。これで対戦相手が決まりました。で、次は自分のポケモンです。ゴルバットは、バトルの準備ができている。毒タイプの Z 技で今回はいきます。まあどっちも持ってないんだけど、最初毒タイプです。ゴルバット、君に決めた。ゴルバットの攻撃、翼で撃つ。相手のラプラスの攻撃、失敗。失敗だと何もできません。ゴルバットの攻撃、毒毒の牙。相手のラプラスの攻撃、冷凍ビーム。ゴルバットの攻撃、毒毒の牙。相手のラプラス戦闘のバトルに勝った。ハートの色が全部なくなったら勝ちです。バトルに勝った。やった、技図鑑に登録したぞ。翼で撃つ、毒毒の牙。次はアシルーム。アシルームでバトルをします。緊急事態来い。来た、むむ、緊急事態だ。次は大変なバトルになりそうだぞ。今回は3対3の勝ち抜きバトルだ。相手のポケモンを3匹倒せば勝利だぞ。3対3のバトルをやります。闇カラスとバトルだ。てんてんてててん、アシレンヌはバトルの準備ができている。アシレンヌ Z は辰巳のシンフォニア。行け、アシレンヌ、君に決めた。アシレンヌの攻撃、フェアリータイプの技が効果抜群だ。上肩のアリア、ドラ。
相手の柔らかつつぐダンバンバン足での攻撃弱肩のアリアうん次の対戦相手はタンバルンとバトルだ相手のタンバルンの攻撃新熱の続きダンダン足レールの攻撃ムーンホースこれはラオウとするとゼルネアスの攻撃ですね相手のタンバルの攻撃新熱の続き続きやー続きやー死んじゃったー足レール戦闘不能死んだので次のポケモンシークレットポケモン3体を出す変化地面タイプライジングランドバーライドオンバーババンドロ、君に秘めた。ババンドロの攻撃。地面タイプの技が効果を抜群だ。あ、惜しかった。ティラノシ。タタ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 。効果は抜群だ。相手のカンバルンの攻撃。新熱の続き。耐えるなぁ地震効果は抜群だ相手のタンバルン戦闘の最後の対戦相手は誰雨火事とバトルだ雨火事の攻撃羽はっていうのでーん高速スピン次はじゃあ進化系最後の3匹目アママイコ効果今一つなんで2人とも全然雨火事から進化したアママイコさあ、どんくらい、どんな戦いを見せてくれる。アママイコ、気に入れた、アママイコの攻撃。高速スピン。スピン、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 スピン。ハンドスピナー。葉っぱカッター。あ、え？あ、こっちに行くの？え？え？葉っぱカッター。効果今一つのようだ。アママイコの攻撃。マジカルリーブ。効果今一つのようだ。相手のアマカジの攻撃。失敗。跳ねると一緒じゃん。アママイコの攻撃。マジカルリーブ。これいつまでも試合にならないんじゃない？トレーラーの天気やばいよ今回今一つ目のだ葉っぱカッター
やっぱりお姉ちゃんの方が強いわ。やっぱりお姉ちゃんの方が子供より強かった。さようなら。今回も一つのようだ。相手のアママイコ戦闘のバトルに勝った草 Z ポイントを40ポイントゲット。やった、技図鑑に登録したぞ。上刀アリア、ムーンホース、泥漬け、地震、高速スピン、マジカルリーブで、こんな感じでバトルできます。で、次は技図鑑。今まで登録した技です。 Z 技、スーパーアクアトルネード、 Z パワーで大きな渦潮を繰り全力で相手を飲み込む。で、これに詳しい技の内容が載っています。ブラックホールイクリブス、 Z パワーの悪のエネルギーを集め全力で相手を吸い寄せる苦闘タイプ。あと、え？さっき格闘タイプの怪力使ってないのか。じゃあな、しょうがない、炎タイプいっぱいあるしな。上方のアリアでいっか。歌うことによってたくさんのバルーンを放射する。 Z クリスタル、この Z クリスタルはシークレットのやつだとすぐもらえます。シークレットじゃなくてもバトルで貯めればもらえます。今まで登録したポケモンが見れます。あった、アシレーヌ。名前アシレーヌ、分類ソリストポケモン、タイプ水、高さと重さが書いてあります。で、覚えている技、チームボイス、バブル光線、上方のアリア、ムーンホースです。これは炭酸電池4本使います。もうこれを集めればこれでたくさんのバトルができるのでいいなと思います。ケンタとじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。みんな僕に勝ったかな。また次の動画も楽しんでね。バイバイ、また見てね。じゃんじゃん。